皆さんこんにちは、ぼっち買取応援団団長です。本日はロジェ・デュブイの歴史についてお送りしてまいります。ブランドの誕生は1995年のスイス・ジュネーブ。ブランド名にもなっている時計師ロジェ・デュブイ、そして時計愛好家のカルロス・ディアス、この2人によって創業されました。新興ブランドであり、かつ日本の正規進出が2016年とごく最近であったため、知名度というとそこまで高いブランドではないかと思います。どんな時計を作っているかというと、今お見せしているようなものですね。なかなか斬新ですよね。ただ一般知名度は低いものの、時計業界での評価は非常に高い。老舗ウォッチメーカーが一堂に会す世界的展示会 QSIHH ジュネーブサロン、現在はウォッチ&ワンダースに変わっています。こちらに創業2年のタイミングから参加しています。3年目には独自ブースを与えられるまでに認められています。歴史と伝統を重んじる高級時計業界、あえて乱暴な言い方をすると新参者は認めない世界です。そこでこれほど早く認められたのは異例中の異例、唯一無二です。ではなぜこのような斬新な時計を作る新興ブランドが早々に老舗メーカーにも認められる存在になり得たのでしょうか。ブランドの歴史をたどりつつ、ロジェ・デュブイの魅力探っていきたいと思います。本日も最後までゆっくりとお楽しみください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、ではまずは現在のコレクションから見ていきたいと思います。現在のラインナップ全部で5ラインですね。2005年に誕生し、現在も引き継がれる機関モデルエクスカリバー、ロジェ・デュブイの相対的なインスピレーションを一身に表現、技術革新を形で表現した作品。ビジョンを持つエンジニアと優れた時計師が共に完成を目指して生み出されるマスターピース、エクスカリバースパイダー、最高のものを求める時計愛好家をうならせる作品。美と感動を3次元アート作品として表現したハイエンドジュエリーウォッチベルベット、時計というより芸術作品のような佇まい。ランボルギーニとのコラボモデル、ランボルギーニスクワドラコルセ、スーパーカーの名を冠したアドレナリン全開のマスターピース。レーシングタイヤメーカーピレリとのコラボモデル、エクスカリバーピレリ、妥協を許さない両者が生み出す独創的なハイパフォーマンスウォッチと、どれもなかなか個性派揃い。価格帯も数百万円から4000万円と、実用時計のレンジではないところに設定されています。さてではこれらのコレクション、どのように作られてきたのか、ブランドの成り立ちから見ていきたいと思います。ブランドの創業は1995年、時計愛好家カルロス・ディアスと時計師ロジェ・デュブイトで創業されました。カルロス・ディアスは繊維業で成功した後、その経営手腕と時計への審美眼が認められ、1993年にはフランク・ミューラーのブランド化を手伝っています。と、そこから2年後に自身でもブランドを立ち上げることになるわけですが、その理由について、後の CEO、ジャンマルク・ポントルエは、2016年にインタビューでこのように答えています。時計産業は300年間ずっと同じようなクラシックデザインでした。ロジェ・デュブイというブランドは現代的でハイエンドなデザインを作ることにより、その伝統を破ろうとしました。以前リシャール・ミンの歴史でもこういった話題がありました。要するに伝統に縛られすぎて本当の意味での進化を遂げていないよねと。新興ブランドの多くは過去の延長でしかないものを打ち破りたいと、そういった思いを持っているのかもしれません。ただカルロス・ディアス自身は時計師ではないため、理想の時計を作るためには技術面での協力者が必要でした。そこで声をかけたのがロジェ・デュブイという男。ロジェは1950年代の終わりにロンジンに入社。その時代のロンジンというと超有名なのはクロノグラフです。パテック・フィリップやロレックスでさえ自社製クロノグラフを持っていなかった時代、ロンジンはすでに複数の自社製クロノグラフを持っており、そこで働くということは時計師にとって素晴らしいキャリアになったことでしょう。ロジェ・デュブイはその後パテックへと移り、14年間コンプリケーションムーブメントの開発に携わります。そして1980年に独立、オークションクラスの貴重な時計レストアや修復に従事、時には有名ブランドからムーブメントの設計を依頼されることもあったそうです。理想の時計を作ろうとするカルロス・ディアス、彼にとってロジェ・デュブイほど適した人物は他にいなかったのでしょう。こうして1995年、前身となる会社ソシエテ・ジュネボワーズ・デ・モントレが発足しました。
驚くべきは1995年の創業と同じ年、もう早速1本目が発表されているんですよね。レトログラード式のトリプルカレンダーとムーンフェイズを収めたラウンドウォッチ、ブランド初のコレクションからしっかりコンプリケーションを作っています。ちなみに同年、ロジェ・デュブイ本人が初来日しています。発表イベントに参加したみたいですね。その後1997年には旧 SIHH、 現在のウォッチ&ジュネーブに初出展。この時はシェア型のブースでの展示でしたが、2人は確かな手応えをつかんだのでしょう。翌年1998年には社名をロジェ・デュブイに改め本格的に始動。 SIHH では独立ブースでの展示を行いました。さて、ブランドの発足から順調に進んでいるように見えますが、ここにはある努力が作用していました。コンプリケーションウォッチが作れるというだけでは不十分だったんですよね。そこでもう一策、何かというとジュネーブシールの取得です。ジュネーブシールというのは、簡単に言うとジュネーブ産の時計であることをジュネーブ州が証明するというもの。メイドインスイスよりもはるかに厳格な規定が設けられており、そのため非常に信頼性が高い、時計業界ではトップクラスの認証シールです。もともとスイス時計産業が発達し始めた時代、贋作対策のために定められたものです。ジュネーブというとジュラ地方と並ぶスイス時計産業の聖地ですからね。ジュネーブ産を謳う粗悪品も多かったのでしょう。だったらジュネーブ州が本物であることを証明しちゃおうじゃないかと。そうすれば安心してジュネーブの時計を買ってもらえるだろうと。ただこのジュネーブシール、あまりにも規定が厳しいことでも有名です。素材、部品、地金、動作機構、歯車などなど、各部の作りから仕上げ方まで細かく決められています。一部ご紹介すると、ゼンマイとバネの面取りは機能部の摩耗を防ぐため部品の周辺全体に対して行う。地板や受け板は角にポリッシュ仕上げ、側面にヘアライン仕上げを施すこと。輪列の歯車は上下とも面取り加工を施すこと。こんな感じです。かつこれをすべてジュネーブの職人が行わなければなりません。もともとが贋作対策なので仕方ないことですけれども、これあまりにも厳しすぎてですね、ジュネーブのブランドでも積極的に取得しているところはごく少数です。三大時計でもバシュロンコンスタンタのみですね。パテックフィリップも今は取得していませんし、オーデマピゲはそもそもジュネーブ発祥ではないので、これは取得しておりません。普通に作るよりも 40% 以上余分な時間と労力がかかるという話もあり、今あえて取得するブランドは相当にジュネーブへの思い入れがある以外に他ありません。ところがロジェ・デュブイというブランド、新興ブランドにもかかわらず創業初期からこの取得に動いたんです。全ブランドでジュネーブシールが取得されるのは1999年以降になりますが、それ以前から挑戦していた。しかも伝統的なコンプリケーションウォッチで挑戦していた。この姿勢こそが老舗ブランドや時計愛好家に認められ、早くから SIHH という大舞台に立てた大きな理由になったんです。カルロス・ディアスとロジェ・デュブイ、準備うますぎですよね。伝統を知るためにあえて困難な伝統の中に飛び込むという立ち回り、これはもう先輩たちからしたら可愛くて仕方ないでしょう。このポジション取りこそがその後の革新のための最大の準備だったのではないでしょうか。こうして新参ながらも早々に一流の仲間入りを果たしたロジェ・デュブイ、ここからはまさにトントン拍子です。1999年には自社製ムーブメントを完成、2001年にはジュネーブに自社工場を構え、2003年には時計の部品中最も難しいとされるヒゲゼンマイを含む添付の製造も可能にしています。ヒゲゼンマイが自社で作れるブランド、非常に少なくて、有名どころではロレックスとセイコーぐらいですから、これすごいことなんですよ。このあたりの詳細は基礎知識動画マニュファクチュール編でお伝えしていますので、ぜひ見てみてください。概要欄にリンク貼っておきます。そして2005年、ブランドのアイコンモデルエクスカリバーが登場。同年、トゥールビオンスケルトンとミニッツリピータートゥールビオンも合わせて発表。トゥールビオンスケルトンは世界初のスケルトンムーブメントを使用したトゥールビオンとあって注目を集めました。トゥールビオンという機構、古くからあったものなんですけれども、その動作機構をスケルトンにすることで思う存分に楽しんでいただこうじゃないかと、きっとそういった意図があっての設計だと思います。鋼箱を支えるフレーム、五芒星になっておりまして、これも後のブランドのアイコンになるんですけれども、この5つの頂点には創造性、大胆さ、革新性、技術力、卓越性と、こういったブランドの理念が込められているそうです。愛好家のニーズに応えたこの作品、以降スケルトンウォッチが実用時計の世界にも広がっていく、そのきっかけを作ったとも言われています。
2008年以降は製造体制を整え、より多様なニーズに応えられるようリシモングループに参加。アイコンであるエクスカリバーと星型のスケルトンムーブメントを武器に、独創的な作品を次々とラインナップしていきます。スケルトンムーブメントには新たにマイクロローターが搭載され、より複雑かつ使える時計へと進化しました。またランボルギーニやピレリとのコラボモデルや、宝飾を施したジュエリーウォッチ、サファイア製の発光管をムーブメントのジータに貼り付けたエクスカリバーブラックライトなど、毎年新しいチャレンジを積極的に行っていることから、自身をシリアルイノベーターと称しています。はい、といったところで本日はロジェ GV の歴史と魅力について見てきました。ちなみにこれら独創的なモデルも全てジュネーブシールを取得しています。取得しているからこそ堂々と大暴れできるというわけですね。優等生なのか不良なのか、非常に面白いブランドです。今後より多くの人に知られていくと思いますから、気になっている方ぜひ早めに実機の確認を。全てのモデルが数量限定です。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。